まだ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 ね、ゴリゴリゴリしていきます。引き立ての交渉、ね、やっぱり香りがいいと思います、ね、そしてデミグラスソースとの相性も抜群ということになります、ね、はい、まだまだですよ、もう少しですね、もうだいぶ疲れてきたので、じゃあ切り返し任せて、僕ちょっとファイヤーコントロールもありますね、そろそろ温度が上がってきて焦げ出しに出しますので、ファイヤーコントロール、この前にかっこよく片付けていきましょう ね、 OK、 はい、近くで見てくださいね、肉眼と映像でしっかりと収めておいてください。はい、では今下になっている方ですね、半熟卵が出てきてひっつきます。もう少しですね、これで周りが1枚の卵焼き状態になります。では元の位置ですね、ゴロゴロ、まるで生き物のようにゴロ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 と転がってくるね。はい、中はふわふわトロトロをキープしたまま、周りが1枚の卵焼きなので転がりながら乗っていってくれます。正面のズルリンクね、かわいいかわいいプリティオムレツです。はい、ではカッティング、両切れの包丁でオムレツの真ん中をいいですか、端から端、前にスライド、刃先入ります。入ったら後ろにスライドですね、入れ回してくれます。そしてデミグラスソース、見ておいしい、食べておいしい、クチクチオムライス、最初の一口からどんどんおいしくなっていきます。笑顔を添えましょう。はい、ではこちらのフライングスペシャル、バカーン、今度はオムレツを飛ばします、角度変えますよ、いいですか、はい、まぜまぜトントン、ドリンチャーオムレツ、中央マウフライングスペシャルです。はい、ポンデケオムレツ、別名シュンパカーと言います、アナダーネイム、シュンパカスタイル、ね、行きましょう。はい、まぜまぜトントン、ドリンチャー、その後オムレツ、中央マウフライングスペシャルです。まだですよ、もう少しです、ね、はい、こういう状態ですね、いい状態になりました。はい、周りをくぐり落として、そしてオムレツの形で、そしてトントントン、コロリンチョです。この後フライングスペシャルですね、チュンパカレディ、トントントン、コロリンチョ、はい、飛んでけオムレツはね、フライングスペシャル、スペシャル瞬間にパカー、瞬パカー、はい、どうぞ。